ポンチョブス。皆さん、ポンチュール。いやー、早速キャッチコピー。使わなくなりましたね。なくなったね。なくなったね。尺が長いって言われたよ。確かに、なので言うのちょっと大変だと思ってました。まあ、ちょこちょこでも入れていきたい。そうですね、よかれというところで入れていきましょう。というわけでですね、さてさて、はい、はい、前回の続きなのです。今度はチャオの絵コンテを見てもらうのです。作画打ち合わせパート2だね。なのです、早速タイちゃんにも今日も来てもらってるので呼んでみるです。タイちゃん、お願いします。なのです、お願いします。よろしくお願いいたします。です、よし、早速いくです。はい、久しぶりに見たけどでもこう見ると上手じゃない。どこがクソ下手じゃん。何これ、首が折れてるやつでしょ。そうです、首の話のアニメっていうことなので。首の話のアニメ、はい、1カット目はですね、もういきなりポンが首一個ボキってなってるところがあって、で手前にチャオが後ろ姿でいます。これこのマンプ、このびっくりみたいな、この王冠みたいなやつ入れちゃって大丈夫なのです。汗も OK なのです。あ、マンプは残していくスタイルね。残すのです。もうこれはもうふわふわした、全体的にふわふわした感じのなんかタッチでお願いします。なのです、どういうタッチ、全体的にふわふわタッチっていう、かわいい感じのタッチで、ふわふわかわって感じなのです。抽象がひどいよ確かにこれ擬音が多くなりますね。でその後2カット目は、うん、こうちょっとこうチャオが首直そうとニューってやるんで、これは動きが欲しいので、これはマンプは汗だけでいいのです。これ何秒ぐらい必要ですかね。2秒ってなってるんですけど、絶対もうちょっと欲しいですよね。そうだね、ここでごちゃごちゃわちゃわちゃしてるんでしょ。確かになのです。お二人のセリフ弱というか、うんうん、あ確かに、そうか、セリフの尺がほら、チャオ AD アドリブでしょ。はい、あじゃあ、ね、ジュ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 でやめてやめてよ。7秒。7秒、長くない？違いました。じゃあ予算がないんだから。そっか。じゃあ背景も白べたで。はい、じゃあ5秒。5秒で。5秒にしますなのです。3カット目はなんといっても見せ場のスローモーションなのです。そうだったね。はい。これスローモーションでこう。わーって感じ。って感じのやつです。これセリフも欲しいのです。これポンです。ポンってわかるもん。わからないと思いますが、これポンです辛いのです。これスローモーションで落ちてって、はい、これもこれ3秒ぐらい大丈夫だと思うのです。ここまででなんかありますか。なのです、これもう90度曲がっちゃってて大丈夫ですか、はい、大丈夫です。もう完全に首もう大丈夫です。ポンさんは大丈夫ですか。完全にいっちゃってますはい、完全にいってて大丈夫なのです。2なんですけど、はい、ポージングのちょっとポージング、はい、お聞きしたいんですけど、これ、そう下手すぎてわかんないよ、何書いてんのか。確かに、結構その、はい、もうがっつりというか、はい、おお、絵で見せてくれてるのです。おお、なんかそれ、まんじ固めみたいなあ、なるほど、後ろから抱きついて、あ、そうですね、っていう感じだ。いい感じです、それで、それで、それで後ろから抱きつくか、こんな形で大丈夫です。そうなのです、はい、首を直そうとしてる感じで一生懸命な表情で、はい、お願いします。なのです、チャオは、あ、じゃあポンは痛がってます。この絵コンテなりの表情で大丈夫ですか、はい、あ、全然大丈夫です。全然大丈夫ですかこのままで本当にいいんですかまあちょっと、まあ、シュールな感じでいきましょうね。えーって顔してるけど、ね、確かにちょっとやばい顔してるので、スローモーションの顔もこんな感じですか。あ、もうこんな感じ、あ、床見てる感じでお願いします。なのです、床見てる感じなんだね。はい、これはアウトまで
ああ確かにこのフレームからアウトまで。そうですね、アウトまででお願いします、はい、ここ背景むしろ真っ黒にしてもいいかもでのです。真っ黒で、はい、はい、これぜひポンのわーっていうの入れてほしいのですスローな声を入れる感じだね。はい、で4カット目でパタッといきますなのです。はい、これ後ろ姿で OK なのです。だとするとこれ向き逆間違えた、こっちだ、後ろだと首がこうだから。こっでも別にもういちゃちゃんもいいじゃん。大丈夫か、カットさんで回転しますか。あ、確かにそれね、すごい、回転しながらのスローモーション、もう絶対3秒じゃ足りない。ここやっぱ5秒ぐらいは欲しいよね。確かに、なのです。グフってなるところですね。すごいね、楽しみ。地面に倒れて、で5カット目でわーいってなっているんですが、ここをすごい背景可愛くしてほしいのです。なんかギャグでピンクとか黄色とかフワンフワンって感じで、ハートもお願いしますです。 EG 派手に可愛く、はい、EG 背景ってことですね。バックグラウンド、あ、バックグラウンド、なるほど、習ったよそれ。確かになのです。あ、じゃあこのハートのマンプも生かすんだね、はい、マンプも生かしますなのです。で、これはフェードアウトでお願いしますなのです。フェードアウトなのこれ、 FO なので。ほんとだ、書いてある。はい、これでアニメ終わりと。あ、なる、なんて面白いアニメなんだ。フェードアウト、なんか夢の終わりみたいな確かにそうならないように気をつけなきゃなのです。で、以上なのですが、何かありますか。こうはいきなりこの絵になってもらえるんですか。4からの続きで。あー、まあそこもお任せするのでわかりました。たいちゃんに丸投げなのです。それが一番安心だよ。安心なのに。そうなのです。でも2人の世界観を表現できたらと思う。あー嬉しい、嬉しい。これが作詞なのね。作詞楽しい、作詞楽しいよ。だって世の中の人これ見たことないと思うんだよね。確かになのです。結構なかなかレアなことをお伝えしている気がするのです。だって絵コンテも普通は出せないもんね。そうですよ、確かになのです。じゃあ納期の話なんですけど、はい、スケジュール、そうね、この間のパンと同じく来月の来月15日で行けるのかしら、ね、行けるのかしら。なるほどですね。ダメっぽいのです。行けるだよね。わかりました。さすがよ。普通ちょっとやばいです。やばい、ブレッジさすがだね。なんかブラックで思われそうなので嫌なブレッジの作画班働く。みんながみんなこういう作打ちってわけじゃないですからね。一応言っときますです。そうですよね。です、まあ、そんな感じで作打ちやってみたですけど、感想どうですかポンさん。いやもうね、楽しかったね。演出家になれた気分だよ。確かに。なのでこれ今5カットぐらいやったけど、はい、本当の作打ちはどれぐらい時間がかかるの。演出さんにもよるんですけど、うん、短ければ1分でも終わる時がありますし、1時間以上かける時もあります、ね、あー、じゃあ演出家さんによって違うんだ。そうですね。どっちのタイプが好きなの。長いと疲れるので素直なのにちゃんと答えてくれた。確かになのに。そうよね、サクッと言ってほしいわよね。世の演出さんお願いいたします。そうよね。セリフを読む演出家は嫌われるらしいですPQB Twitter ホームページの概要欄にリンクがありますので、ぜひチェックしてください。なのです。それでは今日はこの辺で、チャオ、バイバイ。次回